おねえ芸人ユーマの一人コント取り調べ。おい、お前のような男を見たっていう目撃者もおんねんや。身長185センチほどの大柄で、髪は短髪、彫りの深い顔、お前やろ。おい、何机に足乗っけとんの、おろせこら。ちょっと待ってろ。いやー、今日の犯人めっちゃタイプ。185センチほどの大柄で、短髪、彫りの深い顔、室伏広治そっくりやん。あげぽよ。机に足乗っけてたもん。ワイドでかっこよかったもん。でも、舐められたらダメ。怖くしなきゃ。おい、お前、ええ加減入ったらどうや。ん、何や、お前、アキス入ったお前やろ。あ、何下向いてんねん、こら。顔上げ、こら。何睨んでんねん、おい。立てこら。おい、ちょっと待ってろ。壁の落ちちゃった。思わず中止そうになった。もうでもダメダメ、仕事しなきゃ。おい、お前事件当日朝何やってたんや。え、朝起きてスムージー飲んで、え、半身浴しながら録画したオッサンズラブ見て、タピオカ買いにゴンチャ行った。ちょっと待ってろ。ゲイちゃん。だって私と行動パターン同じやもん。ゲイなのかしら。よし。おい、お前事件当日夜何やってた。松田聖子のクリスマスディナーショー行ってた。ちょっと待ってろ。これあるんじゃん。だって私たちってお仲間さんと松田聖子のよくディナーショー行くの。え、もしかしてゲイかもしれない。フレッシュフレッシュフレッシュ、ゲイの扉を開けて、私をゴンチャ連れて行って、あなたに会いたくて私の瞳はダイヤモンド、風立ちぬ。よし、お前絶対突き止めたるからな。え、覚悟せえよ。犯人は黒のセダンで逃走。お前の車は、え、ピンクのダイハツミラココア。おリンドルちゃんが CM やってたやつか。これやっぱりあるな。もう少しゆっくり話そうか。